い、どうもピョキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、マリオテイクスアローラーライドということで、テイクの T、ローラーのロールで、トロールとうまく組み合わせてますね。やるかな。こののっぺらぼうさんという方はリスナーさんでして、ぜひこのコースをやってくださいとコース提供があったんですよ。しかもこのコース6時間限定で投稿してたんですよ。そしてこののっぺらぼうずっとマゾさん、マジでトロールコースを作る天才なんですよ。なんで今日めちゃくちゃ楽しみにしております。ということで早速やっていきますか。クリア率は 1.09%、 まだクリアしてる方は1人しかいなかったね。これは鼻か鼻。飛んだバグコースじゃねえか。バネーいつか上に消されないから大丈夫かな。どうやって避けんのよ。あのハテナブロックんとこ行きたいんだけどな。絶対にハテナブロックんとこ行ってみせる。この辺おったら大丈夫なんじゃないの。そしてこのハテナを取る。コインか。これは P、 この P を取るのが正解みたいな、そんな感じでしょ。魚が出てきやがった。で、この状態でドアに入れたっけ。確か、はいはいはいって。じゃあここはもう何もしない。速攻でドアの場所まで行ってリトに入る。リトに入るってなんだ、逆なんだよ。じゃあここはオンをすればいいのかな。オンを押してすぐ右に逃げる、これが正解なんじゃないの。このキノコは引っかかりません。ただこの P スイッチを押す。いや、でもまだこの P ブロックがなくなればいい。そうでしょ、永遠に押され続けてる。このリフトのところもう何もしない、そのまま素通りして右に行きます。このオープンは伝わって帰ってるな。ということは下から叩けってことか。はっ、いやーじゃねえんだよ。ちょっと右に行こうか。そしたらオープンが変わったんだよね。そして下からオープンを叩く。何があるのここ、さっきから邪魔すんなって。何者だなんか殺したバネがあるんだよね。どのタイミングで右に行けばいいんだろう。あ、行けたね。こっからすぐ上に行こうか。そしてここは Z って書いてる。信用していいのか。僕は Z 知らん。普通のジャンプで行きます。いや、どっちにしろ引っかかってた。一旦さ、ここでオンオフが変わってスピンジャンプをしたらいけるっていう感じだね。さあ進んでいきますか。情報量が多いな。ここはどういう感じだろう。何もしないでいいのか。このまま下に行ってみるよ。下いけないのか。え、なんか上だったらドアに入ったんだけど、何ここ、何書いてんの。はい、呼ばせてA ボタン押して上に行けばいいのか。そしてこの状態で右に進んで一旦チビになって中間ポイントゲットっていう感じで、さあ行きますか。ここはキノコ取っていいのかな。上のつららに当たる、そんなことはしません。そんな、で、ここでなんでどこに行ってんの。戻ってきてよ。投げたんなら届くでしょ。マリー、そのバネを持ちなさい。じゃあここのバネは左向きに置くのが正解なんだね。そして上に行けば進めるっていう感じだと思うんですよ。さあ右、怪しいな。マグマだったよね。でもあのマグマきっと罠だよ。行きます。もう落ちる系は信じない。このヨッシーに乗って多分あの氷を溶かす。待って、ヨッシー待って。あっつ、もう分かりました。このヨッシー右から左に蹴って手に入れろっていう感じだと思うんですよ。それでいいでしょ。無理やんか、こんなの。ヨッシー乗って、同じ赤だね。このクレーンだ。このクレーンにヨッシーを引っ掛ければいいんだよきっと。そしてここに落とす。どこで落としてんの。次はしっかりヨッシーを手に入れたいと思います。このタイミングだね。そしてここでヨッシーに乗って、待って、やばい、ヨッシーがまた地獄に落とされるところだった。さあ進んでいきますか。ヨッシーを捨てなきゃいけないとかそんなんはないよね。じゃあここで一旦上に行って、これ踏んでいいのかな。まあ踏むしかないんで、ここから逃げる。なかなか罠が巧みだな。じゃあここは一旦テレサを避けておいて右、あ、右はいけない感じだね。じゃあ左のドアに戻れって感じ。いや、ヨッシー邪魔なんだって。右側でヨッシーを置いておいたらダメってこと。ここは左側でヨッシーを捨てておいて、このオープンを踏んで進めっていう感じだね。さあ進んでいきますか。いや、この四角、どうせピヨキングだったら叩くだろうとか思ってんだろうの。ゼラもうずっとマゾさん戦わないわけにはいかないよな。面白い何かを期待してるぜ。そこは魚だろじゃあもうこの四角の枠無視していきたいと思います。そしてバネがあるね。このバネ下に落とせって書いてるね。右下の
このガリガリの下に落とせばいいのかな。絶対違う、こっち何よ、もうエンジェルハンダやめてよ。ジャンプして下に落とせっていう感じかな。それで、なるほど。そしてボム兵がいるんだけど、あのボム、なんか、あ、この上に行けるのか。そしてここでボム兵を踏めっていう感じで、さあ進んでいけるか。次は何やってくれてんの。ボム兵倒したら先に進めないじゃんか。新しい罠だな。じゃあさ、ここで一旦ボム兵を持つでしょ。そして鉄球が落ちてきてボム兵を投げるっていう感じなのか。さあ行きますか。ここはを持つしかない。絶対こっちで合ってる。そうだよね、発動させないでおこっか。でここでパンを置いたらどうなるの。なるほど、でここでパンを持っていく。なーねー、ちょっと待ってくれ、まだどうすればいいか分かってないんだ。一旦ここでパンを置いて、もう一個置いたらいけるとか、そんなんじゃないかな。よしよしよし、さあ進んでいきましょう。わからんのコーナー吐くしかない。そうでしょう。はっ、いや熱々熱々で、ここで入って左に行く。そうでしょう、頼む、当たらないでね。よし来ました。ここでドアに入るか、キノコを取るか。僕はキノコを取りたい。ボキャー、じゃあここ扉に入って受かったのかな。この扉に入ったら先に進めるみたいな。こっちが合ってない。やっぱキノコいるやんね。そんじゃさ、あのキノコボム兵置いてみよっか。置いたらいいんじゃないのかな。あ、わかった。今さ無敵時間があったじゃん。その間にボム兵を爆発させて取れっていうことだったんだね。これ取れる、普通取れる。頼む、取らせてよ。なんで。そんじゃ次は絶対の階に入らない。一旦しゃがみジャンプで抜けて、すぐしゃがみ解除。よしよしよし、さあ進んでいきますか。でここでハテナブロックがあるな。このハテナは何、なんもないのか。このピン取っていいの、ピン取ったらどうなる。切ねえなこの場で。頼む、生かしてよ。ねえ、なんでおにぎりってもういつも邪魔しやがって。あ、なんか変わってるよ。中間ポイントからだけど、この記録を取って先に進めっていう感じなんだね。っていうことはさっきとあんま変わってないっていう感じなんじゃないの。嘘でしょ、進めないんだけど。さっきと違うやんかー。そんじゃ最初の記録取るなってことだね。そしたら先に進めるっていうことでしょ。こっから何も変わってないだろうな。頼むぞ。よしよしよし。でさ、このピー取ったらバネが出てきたんだけど、どっから出てきたんだろう。これに隠してるみたいな、そんな感じかな。なるほど、じゃあこのバネは一旦置いといて、 B を取って下に進めっていうわけで、でここでタックルしてこのブロック開ける。そんで羽も取っていこっか。頼む、取らせて。よしよしよし。ここからだよな。この羽は何、キノコか。じゃあここはスピンジャンプでいきます。そして右足パン、なんでそうなるの。じゃあここはスピンジャンプするなんてことでしょう。そのまま行っていいのかな。俺何も変わんないで、跳ね出してみる。なるほど、ここに隠しブロックがあるから砲台がどっか行くっていうわけね。さあここの氷ブロック、どっかにファイヤーあるぞ。ここだよな絶対。叩いてすぐ右にジャンプするで、ここそれは届かんよ。じゃあこのドクロコースターの上から行けばよかったんだね。上から行って右に逃げる。そうでしょ、こっちに置いておけば大丈夫。よし、なんとかしていきますか。さあ進んでいきましょう。次はどういう感じだ。ここは回転ジャンプしていいでしょう。いや合ってるよね、きっと合ってる。この下すげえ気になるな。なんだこれは。コイン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 。それじゃあコインコインエネルギー溜まりました。上に行きますか。あれ上行けんくない、なんかあんのかな、スタとか。あれあれ、なんもないね。ここどうやって行くんだろう。そういえばここ入ってきた時にガモン倒したよね。そのガモンを踏んで上に行けっていう感じかな。なんでここでオンオフが変わったら確かガモンが出てきた気がするんだよね。そのガモンを踏んで上に行くっていう感じでしょ。さあ行きますか。これは左が正解だよ、きっと。こっちが正解。こっち違うのか。じゃあこっちか、右上なのか、ここか。なんもね、
ここはどうすればよかったんだろう。あ、分かったよ。ここでクリボンを持ってきてオンオフ変えろっていう感じだろうね。ここのクリボンを持って上に行けっていう感じだと思うんですよ。そしてオンオフを変える、で B を取って下に行けと、そういう感じだと思うんですよ。本当に B 取ってよかったか、ここは大丈夫か、このまんまで行けるのか。左は何、左なんもないな。上、こっちしかないよね。そして一旦チビになってこのドアに入れということでしょう。さあ進んでいきますか。どうなんだ、そろそろゴールあってもいいんじゃないか。たまそれじゃあこのドアに入ったら考える余裕はないと思うんですよ。なんですぐ左にダッシュして上、これで合ってるんじゃないかな。さあここのパック倒して、どうなる、この B を手に入れてどこに行けばいい。このバネか、このバネとターブレロってか。やべえじゃあ左だね、左に行ってこのまま上、そしてファイヤーを取って雲に乗れっていう感じだと思うんですけど、一旦ここでチビにならないけんね。パウは持っていいのか、どうなんだ。パウをここで発動させておく、いやこのまんま雲に乗ろっか。なんで、なんでやってくれちゃってんの。パウを先に発動しておこうか、そしてこの雲に乗る、そしたら右に進めるっていう感じだよね。よっしゃ来た、やっとここまで来たよ、もうすぐゴールなんじゃないか。これ手に入れる。なるほどね、バネを手に入れたらダメってことかな。一旦このバネを手に入れて右に投げて上をシッパ、いや何もしないでいいのか。でここで B 風船を取って、どうなるんだろう、取ったらダメだったのかな。いや取っていいよね、これは何。あぶねあの魚今にやって出てきやがったよ。じゃあこのハテナはなんだ、鉄球、あれこれ右行ったらなんか変わんのかな。あれ、あの魚当たっておかなきゃいけなかったんかな、もしかして。あれバブル来んね、これどうすればいいんだろう。ガバ発見しました。どうやってもやられることができないんですけど。はい、それじゃあ戻ってきたんですけど、このビーフ風船を取って一旦魚に当たってみようか。当たったら、あれ当たれんね。やだ、さっきのガバと全く一緒のことになるんじゃないの。ちょっともう一回ここで鉄球出してみるよ。鉄球出してみて、やっぱ何も変わんないよね。そしてここはバブル出て、このバブル当たってみようか、そしたらなんか変わるんじゃないの。いや何も変わらんやんか、どうすればいい。砲台の出すタイミングちょっと惜しかったな。それじゃあゴールしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ1円取りに来たというこのコース、そのコース名の通りですね、たった1枚コインを取って扉に入ればゴールがあると思うんですよ。ただそれだけなのにクリア率が 0.2%、 やっぱやめていいですか。いや一見簡単そうに見えるでしょ、でもあのコインのところって一マスしかないじゃん。そこからジャンプして左に戻るっていうのがマジでめちゃくちゃ難しいと思うんですよ。スーパーマリオチュンさんありがとうございます。いいタイミングできたな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率 0.2% の1円取りに来た、で今日の一発マリオめっちゃ地味な動画になるかもしれない、そうならないように僕の腕どころですね。今噛まなかった。まずさ、あのコインを取るのさえも難しいよね。一旦普通に行ってみるよ。こっからムーンウォーク、やっぱやめていいですか。まずこのコインの場所が鬼畜だよね。全集中するわ、ちょっと黙るね、本気で行くから。俺は泥棒、世界の一コインを集める男、それな、きた。こっからだよ、こっからギリギリ左まで行って抜ける、いやー難しいよ、せっかく一コインのところまで行けたのに、もう一回行けるかな。うわー、さっきの奇跡だったかもしんない。やべえ、もうこの一コインを取れる気がしねえ。最初こっからギリギリまで左行こうか、ギリギリまで左行って右ジャンプの左、ガーそこはナイス
なぜ僕は今日こんなコースをやっているんでしょうか。サムネ映えはするけど動画映えはしないんじゃないか。くっくっ怖え。こっから先に進むのが怖え。もう一回行くよ。今度こそ行きます。テイルキーもう嫌だ、もう嫌だ、こんなコース。お母さん助けてください。せっかく来れたんだここまで。お母さんの負け。お母さんじゃ力不足でした。お父さんの力を借りましょう。来たお父さん、こっからだよお父さん、頑張って。チー、お父さんもお母さんもみっともないんだから、息子の僕が本気を見せてあげる。とくと見なさい。お父さんとか。すいません皆さん、このコースクリアできる気が全くしないですよ。なんでこれでいけなかったらエンディングにしたいと思います。見ててください。シュッ、どうもご視聴ありがとうございました。この動画がよければ。いや終わんないよ、こんなんでへこたべる僕じゃないからね。ちょっと必殺技出していい？スーパーミラクルローリングサンダー。いやー惜しい。いや今のめっちゃ惜しくなかった。スーパーローリングサンダー、カイスーパーローリングサンダー。スーパーローリングサンダーはもう封印したいと思います。次からはスーパーローリングサンダー、やったきた、これはゴールなんじゃないの。よしどうもご視聴ありがとうございました。サンダー、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。